2015年世界文化遺産に登録された明治日本の産業革命遺産を巡る旅、日本の近代化始まりの地鹿児島で歴史のロマンに触れてみるのはいかがでしょう。私宮脇さくらは鹿児島推しです。今も活発な活動を続ける活火山桜島、そして火山の噴火でできた海錦江湾、その海を隔てて60万人もの人々が暮らす町鹿児島、活火山と都市が共生している世界的にも珍しい場所なのです。気持ちいいね。ツアーやイベント、体験プログラムなど、何万年の時を経て作られた大自然を体験できる仕組みが盛りだくさん。桜島や錦江湾を舞台に人と自然が織りなす魅力を思いっきり楽しみ尽くしてみませんか。おいしい。普通に食べて。私宮脇さくらは鹿児島推しです。